どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2022年版 ANA カード解説、今回はゴールドカード編ということで動画ねやっていきたいと思います。ということで今回ですね、ゴールドカード編ということで、前回ですね一般カード編をね、出しましたけども、皆さんね見ていただけましたでしょうかね。もしね年会費をねできるだけ安く済ませたいっていう方はですね、こちらねぜひ参考にしていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回ですねゴールドカードということで、おそらくですね ANA のクレジットカードで一番保有されているのはですね、まあスーパーフライヤーズカードをね付けられるっていうことも多いので、一番保有率がね高いカードなのではないのかなっていうふうに思うんですよね。またねブログとか YouTube とかでもですねおすすめされているカードの中でですね、やはりねゴールドカードをね一番多いのかなっていうふうに思います。で今回ですね、前回同様私の方でねちょっと一覧をねこんな感じで作らせていただいたんですけども、 ANA ビザワイドゴールドカード、 ANA マスターワイドゴールドカード、 ANA JCB ワイドゴールドカード、 ANA JCB ソラチカゴールドカード、 ANA アメックスカード、 ANA ダイナースカードということで、ゴールドカードっていうね呼ばれているクレジットカードは、まあ、このね、6つですかねっていう風になります。でまずね年会費に関してなんですけども、 ANA ビザとマスター、あと JCB の2枚ですね、この4枚に関してはですね年会費が14,000プラス税金っていう風になります。でですね、このソラチカゴールドカードだけ SFC にね変更することができないって言った形になっておりまして、それ以外のカードであればですねスーパーフライヤーズカードにね切り替えることができます。で年会費に関してなんですけども、ちょっとね一覧には載せなかったんですけども、三井住友カードであればですねウェブ明細、あとね、マイペースリボルね利用していただくとですね年会費の割引がね受けられて、最大9,000円ぐらいまでね年会費下げることができるんですよね。また JCB の場合もですねスマリボをね利用することによって同様にね年会費下げることができます。で ANA アメックスと ANA ダイナースカードに関してはですね、残念ながらですね年会費の割引っていうのは制度自体がないっていう形になりますんで、もうこの表のまんまですね ANA アメックスゴールドであれば年会費が31,000プラス税金ですので 34,100円かな。で ANA ダイナースの方も 27,000円プラス税金がねかかるっていった形になるんですよね。で ANA アメックスゴールドだけですね、前回私の動画でね出させていただきましたけども、アメックスのねクレジットカードっていうのはポイントでね年会費当てることができてですね、2022年に関しては1ポイント 1.5 円のレートでね充当することもできるっていった形になりますんで、ポイントでね年会費少しでも払いたいっていう方はですね ANA アメックスゴールドがねおすすめっていった形になります。で ANA マイルのね還元率なんですけども、基本的なね ANA マイルの還元率はどのクレジットカードも 1% 還元っていう風になるんですよね。ですので100円で1マイルがね貯まる計算っていう風になります。で ANA マイルのね最短還元率のね部分を見ていただきたいんですけども、 ANA ビザマスターの三井住友カードが発行しているこのビザマスターのカードに関してはリボ払いをね併用することによって最大ね 1.3% 還元が取ることができます。まあこの内容に関してはですね前回触れましたので今回は割愛させていただきますけども、一般カードであってもゴールドカードであっても還元率って変わんないんですよね、 ANA マイルの還元率、この ANA ビザマスターに関しては。ですのでこの点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。で JCB カードもですね同様で、 ANA JCB ゴールドカードの場合はですね、こちらも前回の動画で話した通りですね、 JCB のクレジットカードはスターメンバーっていうね前年の利用額によってボーナスポイントをもらえる制度があるんですけども、こちらねゴールドカードということで前年300万円ね利用していただくと 25% のねボーナスが上乗せされるんですよね。でこのボーナスポイントはですね1ポイント 0.3 マイルに交換することができますので、まあ、これをね ANA マイルに交換すると 0.075% 上乗せっていう計算になりますんで、通常還元率を合わせるとですね ANA JCB ゴールドカードは1.075% が最大還元率っていう風になります。で今ねさらっと説明させていただきましたけども、この JCB のスターメンバーでね
この 1.075% 還元率がね少し上がりますけども、前年300万円の決済をして 1.075% ということで、還元率としてはですね、いいかって言われると、まあそこまでね、良くはないって言った形になるんですよね。まあちょっとね、後で説明しますけども、JCB のね、非常に強い特典は、旅行保険がね、非常に充実してるっていう風になりますんで、まあそこがね、この JCB のね、クレジットカードの強みかなっていう風に思います。で、ANA JCB ソラチカゴールドカードなんですけども、こちらもですね、前回の動画でね、解説した通りなんですけども、先ほどのね、JCB スターメンバー300万円の決済と、またね、スマリボの併用することによって、このもらったボーナスポイントを東急メトロポイントで ANA マイルっていうね、ルートで交換していただくと 1.5 倍でね交換することができますので、最大 1.5625% 還元っていう風になるんですよね。で、前回の動画でねこちらも話しましたけども、この JCB のスマリボっていうのはですね、初月から手数料がかかって、ちょっとね簡単に臨時増額する方法もねあるらしいんですけども、ちょっとね実際に私やったことないので、まあこの点はですねちょっとおすすめはねしておりません。今後ねやっていきたいなと思うんですけども、ちょっと私が実際にやって、まあ、どのぐらいの手間があるかっていうのをね見てからね発信したいなというふうに思っておりますんで、まあ、一応こういう還元率もあるよぐらいでね思っておいていただければなと思います。それでは次にですね、 ANA アメックスゴールドと ANA ダイナースですね。こちらは年会費がね、先ほどのねビザ、マスター、JCB カードより年会費が高いクレジットカードなんですけども、 ANA マイルのね還元率は最大でも1% 還元なんですよね。ですので日々の決済の還元率っていうのは年会費は高いんですけども、まあ、そこまでね良くないっていう感じなんですよね。また ANA ダイナースの場合はですね、正直ねあのダイナースということで世界のラウンジがね結構いろいろダイナースの場合は使えたりするんですけども、まあ、入会キャンペーンがねこの ANA ダイナースが結構良かったりねちょこちょこするんですけども、本当にそのぐらいっていう風になっておりまして、まあどちらかというとですね、まあ、ダイナースが好きな方もしくは入会キャンペーン狙いでね、まあ、入るのはいいのかなと思うんですけども、ちょっとねそれ以外のキャンペーンってダイナースでなかなか聞かないんで、そういった感じですかね。まあなかなかねメインカードにはならないかなっていうところですかね。で、 ANA アメックスゴールドの方なんですけども、こちらもね年会費が高いんですけども、まあ、先ほども言いました通りですね、年会費をポイントでね支払うことができるっていうのと、またねちょっとこの一覧の表には入れなかったんですけども、 ANA アメックスゴールドっていうのは昨年からですね特典がちょっと変更になっておりまして、年間ですね300万円決済していただくと1万スカイコインがねもらえる、まあこれ一応カードの特典としてね追加されたんですよね。まあ300万円決済ということで結構ハードルはね高いかもしれないんですけども、1万スカイコインがねもらえるっていった形になるんですよね。またこちらの表でね ANA のね航空券決済のところを見ていただきたいんですけども、この ANA アメックスゴールドだけですね航空券購入していただくと100円で3マイルがね貯まるクレジットカードなんですよね。で、この100円決済で3マイル、まあこちら航空会社決済、まあ、ANA の決済だけにはなるわけなんですけども、この100円で3マイルが貯まるっていうのはプラチナカード級のね還元率を誇ってるっていう風になりますんで、もしね ANA の航空券ねよく購入されるとかですね、ANA のダイヤモンド修行とかで防衛とかね毎年されている方はですね、この ANA アメックスゴールドのねこの還元率はかなりいいのではないのかなと思います。またですね、実際に私ねこの ANA アメックスゴールドで、まあ、保有させていただいておりまして、まあ、メインカードにはねしてないんですけども、昨年、もう2年前かそうですね、一昨年からね、スーパーフライヤーでつけて保有しているんですけども、まあ、アメックスのクレジットカードのね非常にいい点はですね、年間にですねキャッシュバックキャンペーンがねめちゃくちゃ多いところなんですよね。で、そのキャッシュバックキャンペーンもですね本当に日常生活で使うスーパーとか、まあ、電化製品ドラッグストアとかね、そういった絶対使わなきゃいけない決済ってあるじゃないですか、まあ、そういったところでですねキャンペーンがね行われることがここ2年ね本当に多いんですよね。ですのでこのキャッシュバックキャンペーンがねこのアメックスの場合は非常に多いっていうのはですねかなりねおすすめポイントだなっていうふうに
思うんですよね。まあ一応このキャッシュバックキャンペーンは公式サイトでいつやりますみたいな感じで発表されるんじゃなくて、アプリに急にオファーでドンってくるだけなんで、今後あるかどうかっていうのはまあ分かんないんですけども、まあここ2年ねかなり多く来ておりまして、今もねちょこちょこオファーねどんどん更新されて、まあ私の動画とかでもね出したりもしてるんですけども、まあそういった感じでですね、オファーが来るっていうのはですね、また生活必需品とかでね利用できるっていう点はですね、かなりいいのではないのかなというふうに思ってるんですよね。まあこんなところでしょうかね。まあポイントの有効期限っていう部分ではですね、ゴールドカードになってもですね、 ANA アメックスゴールドと ANA ダイナス以外はですね、有効期限3年間っていうね、あの期限がありますので、あの ANA マイルにしてしまうと、まあダイヤモンドステータスをね保有されている方はいいんですけども、一般のねあの会員の方であったり、まあ、SFC の会員もそうですけども、ポイントはねマイルになった時点で有効期限がねできてしまいますんで、ずっとねコツコツ貯めて一気にマイルを使いたいっていう方であればですね、ポイント有効期限ねないカードを選んでいただくのがねいいのかなと思います。まあ、その他に関してはですね、まあ、ゴールドカードということで、まあ、空港のラウンジもねゴールドカードなんで使えますし、アメックスの場合は同伴1名まで利用することができて、で手荷物宅配サービスだけちょっとね、あの ANA アメックスと、ダイナスはね、無料で利用することができるんですけれども、ビザマスター JCB に関してはねこちら優待料金っていう風になりますんで、ここはねお金がかかる感じになりますからね。まあ、それ以外はそこまでないですかね。ソラチカゴールドカード以外であれば SFC に交換することもできますし、またね共通特典として ANA のねゴールドカードを保有していると、まあちょっと今利用する機会ないと思うんですけども、国際線チェックインするときにエコノミークラスをねあの発見されてても、このゴールドカードを持ってるとねビジネスクラスチェックインカウンターがね利用することができる特典があるんですよね。まあ、これはねゴールドカードということで利用することが共通でねできるっていった形になります。あ、ちょっとね言い忘れたのがありました。 JCB ですね。 JCB のねゴールドカードなんですけども、このねカードの強いところは旅行保険ですね。国内外の旅行保険がですね非常に充実している点ですね。ここはね本当にあの他のカードにはねない、サービスっていう風になりますんで、保証はね多く欲しいっていう方はですね、JCB のカードをね選んでいただくのもいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、 ANA カード解説ゴールドカード編ということでお送りさせていただきましたけども、まあ、今後ね発行されたい方はですね、ぜひね参考にしてみていただければなと思います。私はですね先ほど言ってると思うんですけども、まあ、こちらのね ANA アメックスゴールドカードにスーパーフライヤーズカードねあのつけてね保有させていただいているわけなんですけども、 ANA のね航空券決済が多い方、またねポイント有効期限をね、気にされたくない方、またポイントでね年会費を支払いたい方はですね、 ANA アメックスゴールドカードねいいのかなと思いますし、保証をね充実させておきたいっていう方はですね JCB カードね保有されるのはねいいのかなと思います。ちょっと前とかにですね雪で飛行機飛ばないとかね欠航になったとかね、まあ、そういった時にですねこの保証っていうのは非常に有効になりますんで、雪とかね台風のシーズンでも飛行機乗る機会が多い方はですね JCB カードねいいと思います。またね三井住友カードのビザマスターのカードですね、この2つのクレジットカードはですね多分このカード一番持ってる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。というのもその還元率 1.3% っていうのはね非常に出しやすいんですよね。ですので還元率をねあの最大まで上げて利用されたいっていう方はですね ANA ビザマスターカードはね還元率も最大出しやすいのでねいいのかなと思います。で私はですねこの間ね動画でポイントで年会費払いましたよね、こちらの ANA アメックスゴールドで、動画内でもねあの話してるんですけども、このポイント住宅っていうのは一旦現金引かれて、でそれでポイント充当してるんで、まあ、かかんないわけなんですけども、一回現金持ってかれてるんですよね。で、その持ってかれた現金がカード会社に残高っていった形で今残ってるんですよね。ですので、3万1000円の年会費、まあ、消費税にはこのポイント使えないんで、3万1000分がね、クレジットみたいな感じでカード会社にね、残っておりますので、ですので、私ね、これメインカードにしてないんですよ。ですので、このままね、使わないと、その残高っていうのは、まあ、消えたりしないんでね、ずっとカード会社に残りますんで、次の年会費迎えても
多分3100円の請求でこれ更新できちゃうんですよね。はい、ですので私はねしばらくこの ANA アメックスゴールドカードにねなっていくかなっていうところですかね。まあカードのね券面で選ばれる方もね結構すいませんいらっしゃると思いますので、まあ、このね ANA のねアメックスゴールドカードねちょっと私の中ではですね多分 ANA のゴールドカードで一番かっこいい券面なんじゃないかなというふうに思ってましてこれね結構ね好きですまあちょっと年会費がね高いのでまあ難しい部分であるんですけどもまあ券面で選ぶ方もね中にはいらっしゃるそうなんでまあいろいろね還元率は特典いろいろあると思いますけどもご自身に合ったのをですねぜひねチョイスしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。